TBS 系、音楽の日ダンスコラボ企画今年は、スノーマン、女性アーティストも参戦。キングプリンス、ナンバーアイの共演は ?TBS は24日、同局系で7月13日に生放送する特番、音楽の日2024午後2から8時で、今年もダンス企画を実施すると発表した。参加は、全18組で、スノーマン、超特キューラが、 初参戦となる。昨年は、所属事務所の垣根を超えた男性アーティストによるコラボが大好評だったが、今度はバトルだをテーマに、女性アーティストも参戦。同企画のプロデュースは、ダンスパフォーマンスグループの ST キングスが務める。なお、同番組は、キングプリンスと、同グループを脱退した3人で結成したナンバー、愛の初共演、で注目されているが、 両グループは、ダンス企画の参加者には名を連ねていない。キングプリンスと、同グループを脱退した3人で結成したナンバー、愛の初共演、で注目されているが、両グループは、ダンス企画の参加者には名を連ねていない。男性 INI、チーム、ザ・ランページ、三代目 J ソウルブラザーズ、上位置、ジェネレーションズ、スノーマン、ダイス、ダ・パンプ、超特急。 トゥモロー、エックストゥギャザー、トラビスジャパン、BE、ファースト、ファンタスティックス。女性新しい学校のリーダーズ、ME、I、坂道グループのぎ坂 46, 桜坂 46, 日向坂 46,AKB48 グループ AKB48,SKE48,NMB48,HKT48,NGT48, STU48 東日本大震災が発生した2011年夏音楽の力で日本を元気にの願いを込めて始まった特番音楽の日は今年で14回目を迎える総合司会は14回連続で中井雅宏と TBS の安住紳一郎アナウンサーが務める中井はダンス企画について昨年は 垣根を越えようというところが面白くて熱くなりました。今年もスタッフの皆さんと知恵を絞りながら新しいものに取り組んでいますので、ぜひご覧いただきたいと思いますとコメントしている。トラビスジャパン BE ファーストファンタスティックス女性新しい学校のリーダーズ MEI 坂道グループのギザカ46桜坂46 日向坂46、AKB48 グループ AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48。東日本大震災が発生した2011年夏、音楽の力で日本を元気に、の願いを込めて始まった特番、音楽の日は、今年で14回目を迎える。 総合司会は14回連続で中井雅宏と TBS の安住紳一郎アナウンサーが務める中井はダンス企画について昨年は垣根を越えようというところが面白くて熱くなりました今年もスタッフの皆さんと知恵を絞りながら新しいものに取り組んでいますのでぜひご覧いただきたいと思いますとコメントしている スノーマンオリコン上半期4巻を獲得。ジャニーズ事務所所属の男性アイドルグループ、スノーマンがオリコンの2024年上半期ランキングにおいてシングル部門など4つの部門で堂々の1位を獲得しました。この異業は彼らの人気と実力を証明するものであり、ファンの熱い支持を受けて達成されたものです。特筆すべきは、スノーマンが 上半期のシングルランキングで1位を獲得したのが今回で通算 3, 3度目であることです。この記録は男性アーティストとしては史上初の快挙となります。これにより彼らの地位がさらに確固たるものとなったことは間違いありません。スノーマンはその魅力的なパフォーマンスと個性的なメンバーのキャラクターでデビュー以来急速に人気を博してきました。彼らの楽曲は そのダンスや歌唱力だけでなく、斬新な音楽性や、感動的な歌詞でもファンを魅了し続けています。また、テレビ出演や映画、舞台など多方面での活躍も、彼らの知名度と人気を高める要因となっています。オリコンランキングでの4冠達成は、彼らの努力と才能が結実した結果です。特に、シングル部門での1位獲得は、音楽業界においても、 大きな話題となり、他のアーティストや業界関係者からも注目されています。これは彼らの音楽が幅広い層に受け入れられている証拠であり、今後もさらなる飛躍が期待されます。スノーマンの成功は、彼ら自身の努力は、もちろんのこと、ファンとの強い絆によって支えられています。ファンは彼らの活動を熱心に応援し、コンサートやイベントに足を運び、 SNS での支持を表明するなど、その愛情と情熱を惜しみません。こうしたファンの支えが、彼らの活動を、さらに充実させ、次のステージへと導いているのです。今後もスノーマンは、さらなる挑戦を続け、新たな記録を打ち立てていくことでしょう。彼らの今後の活躍に目が離せません。彼らが、どのような未来を描き、どのような音楽でファンを驚かせてくれるのか。 ますます期待が高まります。スノーマンのメンバー一人、カズとの成長や新たな挑戦も見逃せません。個々の才能が集結した時の彼らのパフォーマンスは、まさに圧巻であり、ファンの心を掴んで離しません。これからも、彼らの活躍を温かく見守り、応援していきたいと思います。2月に発売された、ラブトリガー We L L Go Together は、 2024年上半期に唯一のミリオンセールスを達成した作品として大きな話題を呼んでいます。このシングルはリリースされるや今や柴叩く間に売り上げを伸ばし音楽シーンに新たな旋風を巻き起こしました。この偉業を達成したことについてスノーマンのリーダーである岩本テラ31はファンに対して深い感謝の意を表明しました。岩本は また一つ僕たちに初の経験をさせてくださりありがとうございますと語り、その喜びと感謝の気持ちを隠しきれない様子でした。彼のコメントは、ファンとの強い絆と信頼関係を改めて浮き彫りにしています。ラブトリガー i We L L Go Together はエネルギッシュでダイナミックなパフォーマンスと心に響く歌詞が特徴です。スノーマンのメンバーそれぞれの個性が際立つ。 楽曲構成となっており、その完成度の高さが多くのファンを魅了しました。特に、タイトル曲、ラブトリガーは、情熱的なメロディと力強い歌詞が融合し、リスナーの心を強く揺さぶります。一方、We LL Go Together は、友情や仲間との絆をテーマにした温かみのある楽曲で、スノーマンの多面的な魅力を存分に引き出しています。このシングルの成功は、 スノーマンの成長と進化を象徴するものです。彼らは常に新しい挑戦を恐れず、ファンと共に歩んできました。その努力と情熱が結実し、ラブトリガー、We LL Go Together のミリオンセールスという形で報われたのです。さらに、彼らの成功は音楽業界全体にも影響を与えています。スノーマンの快挙は、 他のアーティストにとっても大きな刺激となり、より高い目標を追求する原動力となるでしょう。音楽シーンにおける彼らの存在感は、ますます大きくなっていくことは、間違いありません。岩本寺氏の感謝の言葉は、単なる、リップサービスではなく、彼の誠実な気持ちが込められています。また一つ僕たちに、初の経験をさせてくださりありがとうございますという、 言葉にはファンへの感謝とともにこれからも新たな挑戦を続けていくという決意が込められています。ラブトリガー、We LL Go Together の成功を受け、スノーマンは今後さらに飛躍していくことでしょう。彼らのこれからの活動にますます期待が高まります。ファンと共に歩み続けるスノーマンの未来は輝かしいものとなるに違いありません。女性に聞いた ダンスが最高だと思う、スタート9、ジャニーズのグループランキング。2位は、ストーンズ、1位はネットラボでは、アンケートサイト、ボイスノートの協力のもと、女性を対象に、ダンスが最高だと思う、スタート9、ジャニーズのグループというテーマでアンケートを実施しました。女性が、ダンスが、最高と感じているのは、どのスタート 9? ジャニーズのグループだったのでしょうか。それでは早速、結果を見ていきましょう。第2位、ストーンズ第2位は、得票率13.0%の、ストーンズでした。2020年にデビューした6人組グループ。デビュー曲、イミテーションレインは、X ジャパンの吉木さんが作詞、作曲を担当しています。それぞれの個性が光るダンスが、 持ち味のストーンズ、歌、ダンスともに圧倒的なパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。ストーンズでした。2020年にデビューした6人組グループ。デビュー曲、イミテーションレインは、X ジャパンの吉木さんが作詞、作曲を担当しています。それぞれの個性が光るダンスが、持ち味のストーンズ、歌、ダンスともに圧倒的なパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。 1> 第1位、スノーマン。第1位は、得票率17.9%の、スノーマンでした。2020年にデビューした9人組グループです。アクロバットダンスを得意とし、その完成度の高さは、プロダンサーからも高い評価を受けるほど。また、冠無理番組の、それスノーマンにやらせてくださいでも、メンバーの高いダンススキルが発揮されています。スノーマンでした。 2020年にデビューした9人組グループです。アクロバットダンスを得意とし、その完成度の高さは、プロダンサーからも高い評価を受けるほど。また、冠無理番組の、それスノーマンにやらせてくださいでも、メンバーの高いダンススキルが発揮されています。